どうもちゃかです。今日なんですけれども、新しくあるアイテムを購入したので、そちらをご紹介したいなと思います。早速ご紹介したいなと思うんですけれども、こちらになりますね。はい、こちらがですね、ブレスというブランドのハンドルというアイテムを購入させていただきました。こちらがですね、前の動画で 20AW 欲しいものみたいな感じのね、動画を撮らさせていただいたんですけども、その時に言ってたやつですね。ようやくね、購入させていただきました。このアイテムを紹介する前に、まずブレスというブランドを知らない方もいらっしゃると思いますので、軽くブランドについてお話しさせていただきますと、1996年にスタートしたドイツベルリン初のブランドになります。多分ブレスで有名なアイテムだと、ナイキのスウェットパンツとリーバイスのデニムをドッキングさせたリメイクパンツとかがね、結構有名なんじゃないかなと思います。あとはですね、クリスタセアとのねコラボで、まあ、カーディガンとかジージャンをね出してたんですけれども、それで知ってるっていう方もね多いんじゃないかなと思います。ブランドの特徴としては、画像を見ていただければ分かる通り、まあ、かなりね前衛的で攻めたデザインが多いブランドなんですけれども、もともとファッションブランドとしてスタートしたというわけではなくて、まあ、ポスター制作だったりとか、 ID マガジンっていうイギリスのファッション誌があるんですけれども、そこの広告を作っていたりとですね、まあ、ブランドの始まり方としてはかなり変わったブランドなんですよね。洋服だけの枠にとらわれずに、ライフスタイル全般をプロダクトしているので、まあ、電源コードとか、あと家具とかね、インテリアとか、まあ、そういうものもね売ってたりして、まあ、かなりね面白いブランドなんですけれども、まあ、今回ね購入させていただいたこのハンドルもですね、最初見た時ね、どういう使い方なのかなと思ったんですけれども、ハンドルという名前の通りですね、取っ手になっているんですけれども、ここのレザーの部分をですね持ち手にして、この真鍮部分にレジ袋とか紙袋とかを引っ掛けて荷物を運べるようになっているというものですね。ちょっとねつけてみましょうか。ちょっとねレジ袋持ってきたんですけれども、これにねちょっとつけてみたいと思います。この部分をですね外してもらって、そうするとねここが開くので、ここに通すという形ですね。はい、こんな感じです。はい面白くないですか。持ち手がないものでも穴を開ければね、これが持ち手になるというアイテムなので、まあ、ちょっと持ち手がないやつもね試してみましょうか。紙袋とかでもねこうやってね通すこともできるので、かなりね面白いアイテムですね。単純に物として面白いなと思うんですけれども、これねキーチェーンにもできるんですよ。こうやってキーチェーンとしても使えるので、ベルトループにねこうやってつけて、まあ、単体でもね腰回りのアクセントになるのかなと思います。まあ、僕個人的にはねこの使い方になるんじゃないかなと思うんですけれども、めちゃくちゃ良くないですかこれ。アップでお見せするとこんな感じですね。持ち手の部分なんですけど、革を編み込んで作ってるんですよ。かなり手が凝ってるなと思うんですけれども、革の部分が少し耐廃的なレザーを使ってるというか、まあ、経年変化した後のようなレザーを使用してます。あと引っ掛ける部分に関しては真鍮でできているので、ここは使い込んでいくうちに経年変化していくんじゃないかなと思ってます。ずっとこのブレスのハンドル探してたんですけども、なかなか見つからなくて、まあ、半ばね諦めかけていたんですけども、セレクトショップのリフトエクルさんでね販売されるとのことで購入させていただきました。このリフトエクルさんはオンライン販売されていないので、店頭か電話で買う形になるのかなと思いますので、まあ、気になる方はですね、リフトエクレイさんのリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただければなと思います。で、気になる価格なんですけれども、18,000 円プラスタックスになっております。小物単体としては、まあ、なかなかなお値段かなと思うんですけども、多分僕はね、一生持ってるんだろうなっていうぐらいね、物としてのクオリティがね、高かったので、めちゃくちゃ満足してます。こういうご時世なので、店舗に行くのは控えようかなと思って、オンラインで購入させていただいたんですけども、まあ、今のね、この撮影の段階では、まだ在庫あるみたいなので、気になる方はね、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで今日はブレスのハンドルを購入させていただいたのでご紹介させていただきました。ブレスの公式のホームページは下の概要欄にリンク貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。いつもねこんな感じでファッション系を中心にアップしていますので、この動画が少しでも気に入ったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あとインスタグラムもやっておりますので、そちらもぜひフォローの方お願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。